せーの、ルンルン、どうも、シホルンです。はーい、今回はですね、質問コーナー回答編をやっていこうと思います。イエーイ。インスタで質問を募集したんですけど、めっちゃね質問が来てたので、今回はノーマル編と BTS 編に分けて回答をしてみました。この動画ではノーマル編を回答していこうと思います。それでは早速始めていきましょう。スタート。パッ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 パー。1つ目、ピアス何個開いてますか？ピアスはここに2つとここに1つですね。ここをね3連にしたくて、何個つも開けてみたいなとか思ったりしてます。夏休みまでに絶対したいこと、それがピアス開けたいですね。3連目を開けたいです。ダイエットで気をつけること、お菓子を食べないように意識することですね。はい。写真で盛れるポーズ、写真で盛れるポーズって何があるかな。なるべく上から撮って、なんかみたいなみたいなうーって口をやれば漏れるんじゃないでしょうかプリクラとかは意外とこういうポーズとか、ウサギのポーズが漏れたりします。私は今憧れてる人はネオちゃんですね。ネオちゃんにずっと憧れてます。憧れてます。 YouTube を始めたきっかけ、 YouTube を始めたきっかけもネオちゃんですね。ミックスチャンネルでネオちゃんを見つけて、ネオちゃんみたいになりたいと思って、ずっと私も毎日動画投稿し続けて、ネオちゃんが YouTube を始めたから、私もそれに追いかけて YouTube を始めたっていう感じです。変顔3連発自分のコンプレックスありますか？私は鼻がコンプレックスです。鼻がすごい嫌いですね。あと顔がねパンパンなんですよ。はい、よくそれを言われるので、輪郭っていうのかな、がすごいコンプレックスです。音楽アプリ何使ってますか？ LINE ミュージックをずっと使ってます。将来の夢はウェディングプランナーさんになりたいなって思うんですけど、まだ全然わからないです、将来のことは。赤髪で苦労したこと、赤髪で苦労したことは一つですね、あのお風呂の時に毎回毎回あのお風呂が殺人現場みたいに赤くなるんですよ。本当にやばくてで、こうタオルとかで頭拭くじゃないですか、タオルが真っ赤っかになるんですよ。もうほんまにいろいろ大変ですね。今欲しいものは、今欲しいもの、今何が欲しいかな、エアポッツが欲しいですね。はい今日のリップは、今日のリップは VT さんと BTS がコラボしたリップです。1番のベルベットバーガンディですね。次染めたい髪の色、次染める色って言ったら黒にはもう決定してるんですけど、学校なので何色に染めたいって言われたらピンク色にしたいなって思います。よく買う服のブランド、オリーブでオリーブさんとか、最近はヘザーさんとかでも買ったりしてます。 LINE の友達何人ですか？84人です。ママ派？お母さん派？お母さんって呼んでます。好きな食べ物は、よくインスタのストーリーでも出したりしてるんですけど、カレーライスが好きです。昨日の夜ご飯もココイチでカレーを食べてきましためっちゃ質問が多かったんですけど、恋愛系についてですね、そこまで恋してるような人間じゃないのでないんですけど、好きな人いますか？この質問めっちゃ多かったです。はい、今彼氏いますかとか、好きな人いますかっていう質問がすごく多かったんですけど、彼氏もいないし好きな人もいないです。はい、というわけでこんな感じで質問コーナーノーマル編でした。答えれなかった方ごめんなさい。そして質問くださった皆さん本当にありがとうございます。また近々質問コーナーやろうと思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、バイバーイ。バンタン編も公開するので見てください。バイバーイ。Thank you.